サザナミ川軍部隊銃乱射事件は、2005年6月19日に、韓国軽機動サザナミ川軍非武装地帯、韓国陸軍、第28師団第530前方警戒所にて、起きた、銃乱射事件。8人が、死亡、2人が負傷した。犯人は、同警戒所に駐屯していたキムドンミン一等兵。当初は、単純に同小隊の古参兵らによるいじめが、 強行の動機とされ、また、金一等兵も逮捕直後は、保証交代の際、次の当番を起こすために兵舎に向かうと、普段自分をいじめていた上等兵たちの顔が目に入り、衝動的に手榴弾を投げたと供述していた。しかし、事件後に行われた、陸軍合同捜査団及び憲兵隊の発表において、金一等兵の同僚で小中学校の、 同級生でもあったチョン・ウォン・ボム一等兵は、キム一等兵は、コサン兵と仲が悪く、彼らを無視することも多々あった。ミスをして叱られた時は、頻繁に反抗していたと証言し、他の同僚からも、キム一等兵の性格を問題視する発言が多数、上がった。陸軍合同捜査団及び憲兵隊では、キム一等兵は、当初から消極的な性格や遅い行動などで、 円満な生活を送れなかったとして、それが、古参兵らの反感を買って、いじめにつながったのだと結論付けた。また、当初は、衝動的な犯行とされていたが、後に、キム一等兵自身が実際には、犯行計画を用意していたと証言した。キム一等兵は、大学在学中の2004年12月に、兵役で陸軍に入隊し、2005年1月14日に、 第530警戒所へと配属された。しかし、古参上等兵らとの折り合いが、極めて悪く、暴力を振るわれこそしなかったものの、悪口などにさらされており、また、金一等兵自身も、古参兵に対する悪口を吐いたり、しばしば傲慢な態度を取るなどした。当時、正体の雰囲気は、決して悪くなかったが、金一等兵はなかなか溶け込めずにいたという。 同僧の友人チョン一等兵に対して、しばしば、手榴弾と小銃で、招待員を皆殺しにしたいと話しており、チョン一等兵はこれを単なる冗談や泣き言と捉え、上官に報告することはなかった。上官たちも、キム一等兵の内気な性格を問題視していたものの、キム一等兵自身が、頑張りますと前向きな意思を見せたため、関心兵士に分類していなかったという。 また、キム一等兵がゲーム好きであったことは同僚の間でもよく知られており、後の取り調べでもオンラインゲームが好きだと答えている。彼は入隊直前まで MMORPG メイプルストーリーに没頭しており、オフラインミーティングでキム一等兵と出会った。あるプレイヤーはオフラインの集会では物静かだったが、ゲーム内では積極的な性格に思えたと語っている。 一部の専門家は、犯行にもゲームの影響があったのではないかと指摘している。K1 カービン陸軍合同捜査団の発表によると、キム一等兵は少なくとも、犯行一週間前の6月13日には、招待全員の殺害及び前方警戒所爆破を計画し、2日前の6月17日には犯行を決心していたという。 2005年6月19日午前2時30分頃、二人一組で保証に立っていた、キム一等兵は、次の当番を起こしに行くと同僚に言い残し兵舎に向かった。この時、K2 小銃の弾装と手榴弾を携行したままだった。兵舎に戻った、キム一等兵はかねてから計画していた通り、ある上等兵の K1 カービンを盗み出す。 一度便所へと隠れ断層を装填すると内務室に向かい特に嫌っていたイテリョン上等兵らの信頼に向けて手榴弾を投げ込んだこの際にパク・ウィオン上等兵が手榴弾の上に覆いかぶさり爆発で即死するこのパク上等兵の行動が手榴弾での被害を最小限に抑えたと言われているさらに隣接する体力鍛錬室では小隊長 キム・ジョン・ミョン注意を背後から射殺。そのまま廊下に出ると、炊事室から炊事係チョチョンウン上等兵が出て、来るのが見えたために銃撃、射殺する。その後、再び内務室に戻り生き残っていた兵士に向けて、無差別に乱射した。この時に二人の一等兵が負傷する。キム一等兵は、事前の計画に従い、残りの隊員を殺害するべく前方の、 警戒地点へと向かおうとしたが、銃弾が切れたために断念し、平然と持ち場へと戻り、保証の勤務を再開した。しかし、その10分後に駆けつけた、小隊長代行及び憲兵隊が、勤務一等兵を含む勤務中の保証5名を、連兵場に召集、武装解除した上で監視下に置いた。そして、火薬の匂いがすることや、他人の銃を持っていることを追求された。 キムイ等兵は犯行を自供、憲兵隊により器物損壊を呼び、殺人の容疑で逮捕された。計画では上等兵らを射殺した後、その他の小隊員も含め全員を殺害し、爆薬や燃料を用いて、前方警戒所を爆破して、民間人出入統制線の南側に逃走する予定だった。この事件で以下の10人が死亡、または重傷を負った。 韓国軍軍法会議にて、金一等兵は容疑を全て認め、2005年11月23日に死刑が言い渡され、2008年5月16日に刑が確定した。この事件を受けて当日中に、陰光を国防部長官が会見を開き、遺族と国民に対して謝罪声明を発表した。また最前線での軍人による銃乱者という重大な不祥事は、 韓国軍全体に衝撃を与え、軍機の乱れや、旧来の部隊管理システムの問題点を明らかにし、早期の後期粛清と、部隊管理システムの再検討へとつながっていった。事件後、第530前方警戒所では、金一等兵を除く生き残った27人のうち、8人は、陸軍の精神病院に入院し、16人が、 精神的な後遺症を理由に転属を申請、4人は即座に転属した。サザナミ川軍重機事件遺族対策委員会などは、この事件を、非合法な作戦行動中の戦死を隠蔽するべく、国防部が捏造した事件だと主張している彼らは、陸軍合同捜査団の調査報告について、主流弾が炸裂した、内務室に結婚などの痕跡が残っていない。 上等兵らはいずれも自分のものでない信頼の上で死んでいた、炊事室やトレーニング室に薬莢など、発砲の痕跡が全くないなど不審な点を指摘し、また二人の兵士から、でっち上げ事件だという証言を得たとしている。これによれば、当時、キム中尉は死亡した上等兵らを引き、警戒地点より、さらに前方で何らかの非合法な作戦行動を行っていたという。 しかし、北朝鮮軍の襲撃を受け彼らのほとんどが戦死。国防部では作戦そのものを隠蔽するために、この事件を捏造し、ロケット推進団で殺害された兵士の死体は、内務室にて、手榴弾で殺傷されたように偽装され、また銃撃されたものは水事室とトレーニング室に、運ばれ同様に偽装されたとされる。これについて国防部は、 すでに十分な調査検証が行われたことやキム一等兵の自供などを根拠とし、襲撃後の極めて混乱した状況下でいくつかの誤報があったものの、これまでの調査で全ての事実が明らかになったとして、北朝鮮攻撃説を否定している。ありがとうございます。